まるでホバリングするように器用に餌を捕食する魚、カワハギ。小さなおちょぼ口が生み出すあたりは実に繊細。高感度のタックルでその繊細なあたりを楽しむカワハギ釣り。そんなカワハギ釣りの魅力に取りつかれた釣り人、鈴木隆さん。およそ15年前から東京湾のカワハギ釣りに通い、近年ではカワハギトーナメントで名を馳せる鈴木さん。この釣りの魅力をこう語る。まあ、カワハギ釣りの魅力、他の魚は比較的こうなんて言うんでしょう、いろんなパターンがあって、こう組み立てだけすればある程度は簡単に釣れるんですが、まあ、カワハギ釣りの場合、フィールド、時期、あとはもう水温とか、砂地なのか根回りなのか、自分のやってることがですね合わないと全く釣れない。それはやっぱりカワハギ側のこう目線でものを考えて、やっぱりいかにそれに対応して釣っていくか、その釣れた一匹の楽しみっていうのがやっぱり魅力ですね。胴付きの3本針、シンプルな道具立てで初心者が楽しめる一方、その奥深さは玄人好みでもあるカワハギ釣り。まあ、ただ攻めるのも、まあ、パターンが違うのは、まあ、その都度その都度対応しなきゃいけないんですが、まあ、基本はやっぱりきっちり。今回は鈴木さんの代名詞ともいえるスナイパー情報を軸に、彼の考えるカワハギ釣りの基本に迫る。舞台は2018年秋の東京湾。やらかしたよ、それは。今言いました。群れが固まらず難しい状況。名手の技が光るカワハギ釣りの世界にご案内します。まずは鈴木さんの釣り方の特徴であるスナイパー情報についてご紹介。鈴木さんの代名詞ともいえるスナイパー情報、片手でリールシートを支え、もう一方の手はエンドグリップに添える、その持ち方。まるで狙撃銃を構えるような独特な持ち方のメリットはどこにあるのだろうか。スナイパー長方の2点、東京湾のワンフグのスタイルから、まあ、カワハギ釣りに持ち込んだ、スタイルなんですけども、まず一番の、メリット、まず目線と同じ高さに、穂先をですねキープできる。まず目線と同じ高さに、穂先をですねキープできる。まあ構え方にはこういうふうに構えるので、自分の見てる目線がですね、穂先と同じ高さにできる。それでは実際の釣りを見てみよう。常に目線は穂先に向いていることが分かる。目線がですね穂先と同じ高さ、これによってですね繊細な当たりも見逃すことなく、ちょっとでもですね触ればもうキープしてるだけでかかってきちゃいますので。さらに穂先を上下しやすいのもスナイパー情報のメリット。誘い幅を大きく取りながらも目線は常に穂先に集中、繊細な当たりを逃さない。そしてスナイパー情報にはさらなるメリットがあるという。あとはですね、あの船が揺れた時、体からですね竿が離れているので、やっぱり体は揺れても、竿は揺れない。やっぱり体は揺れても、竿は揺れない。もうやっぱりこれ普通こう持ってしまうと、やっぱり船が揺れると一緒に道具も上がっていっちゃうんですけど、まあ、スナイパー持ちだともう船が上下してもやっぱりあのきっちりあのブレないで、重り1個分はキープできるので、やっぱりそういう意味もあってやっぱりスナイパー持ちの方が安定します。あとはですね、一番大切なことは、竿をですね上に上げるんでなく平行移動したまま合わせができる。一番大切なことは、竿をですね上に上げるんでなく平行移動したまま合わせができる。で、魚がでかいなと思った時にはここで溜めといてあげれば、ある程度リカバリーできます。おとなしくなってから、巻きに行くこともできる。あとはですね、力のない、お子さんとか女性、
こう見た目にはねちょっと辛そうな持ち方なんですけども、ここはもう安定させてます、ここのですね上下だけ、動かしてあげることでですね、竿は簡単に動くので、合わせもですね本当に持ち上げればかかるので、1日やっていても疲れない。まあ、実際ですね、スナイパー持ち、周りにですね、まあ、女性のアングラーなんかも仲間にいるんですけども、やっぱりその女性アングラーであっても午前午後通しでやっても、まあ、あんまり疲れない。でうちの子供なんかもですねやっぱり連れてきてもですね、普通子供だと飽きちゃうんですけども、やっぱりそれをきっちりですね、半日なら半日できる、でそういう疲れないメリットもやっぱ兼ね備えてます。ぜひね、皆様もスナイパー重宝、ぜひカワハギ釣りに行った時はですね船の上で実践していただければですね、その疲れないいろんなメリットが分かると思います。穂先に出るメカン度のあたりに加え、その持ち方からテカン度にも優れるスナイパー調法、ここからは実際にその釣り方をご紹介。スナイパー調法には大きく分けて2つの釣り方がある。まずは縦の釣りをご紹介。自分がやってるスナイパー持ち、まあ普通通常、まあ縦に釣る場合、バーチカルに縦に釣る場合は、まあ普通に振り込んで、振り込んだらですね、私右利きなんですけども、すぐ左手に持ち替えちゃいます。で落としていくまで待ってあげて、で今着底したらリールクラッチ入れてからですね、今度また右手に持ち替えて、左手はグリップで、もう一番の特徴はですね、誘う時はですねもうここを動かしません、もうここの下指2本で、穂先を揺すぶってあげて、リール巻く時は一回手を離して巻いてあげる。もう穂先は平行に、今なんか当たってますけど、穂先は平行にしてあげて、竿の反発係数をですね、生かすように。で誘う時はですね、この他に、肘をですね、こうやって伸ばしていけば、そのまんまの姿勢で上上がってきます。でそのまんま揺さぶりながら、肘を折りたたんでいくと、こう上下に1メーターぐらい誘えます。でもね、なんか当たってますけど、まあカワハギではないんですけど、やっぱりこう揺さぶり続けてあげるとですね、カワハギ以外の魚がかかるっていうよりも、まあ避けられる、これ止めてしまうとやっぱりやられてしまうので、まあ、そういう意味も含めてやっぱり平行にして揺さぶってあげるっていうのはやっぱり結構意味があります。やっぱり下の方へ連れてってしまうと、カワハギ以外の魚を当たるの多いので、まあ今やってるのは重り1個分ぐらいからだいたい50センチぐらいをずっと見てます。まあ、これがね、あんまりカワハギ以外の魚が下にいないようなので、当たればカワハギっていうような時はですね、完全にもう重りつけて誘うんですけども、今日の場合はやっぱりちょっとカワハギ以外の魚がやっぱ下に多いので、ちょっと切って誘ってます。もうちょっと下目に連れてっちゃうと他の魚が当たるんで、まあ、ちょっと上目に連れて行ってあげて、ここで当たればカワハギなんですけど、やっぱり当たらないので、やっぱりもうちょっと下げちゃうと、もうすぐ他の魚になっちゃうので、もうこれ紙一重の部分、カワハギ以外の魚が飛びつけなくて、カワハギだけが捕食する一番低い棚、これをやっぱりきっちり見つけていって、かけていく。一般に底付近を狙うカワハギ釣りではあるが、底付近には他の魚も多い。海中でヘリコプターのようにホバリングしながら自在に動き回るカワハギは、時に数メートル上まで餌を追うことがある。この習性を利用して誘いながらかけていく縦の釣り、まずはまっすぐそこまで仕掛けを落とす。
着艇後は仕掛けを揺さぶり誘いながら上げていく。今度は仕掛けを揺さぶりながら誘い下げていく。そして着艇したら一定時間仕掛けを張らず緩めずゼロテンションで保つ。これが誘いのベースとなる。仕掛けを揺さぶり餌を踊らせることはカワハギに対する誘いとなり、またカワハギ以外の魚を避ける効果もある。魚の活性に合わせて誘うスピードや誘い上げる棚を調整し、当たりの出る当日のパターンを探る。で、まあ、当たりがあれば、そのまんまこうゼロ点のままピシッと止めてあげればいいので、で合わせるときはですね、通常、まあ、このまま持ち上げて掛けに行ってもいいんですけども、大概の場合当たりがあったらですね、この辺で例えば上の方で当たっちゃった場合、1回ですねゼロ点の場合、重りつけに行ってですねリールを巻いて、必ずこの城を作ってあげてから、掛けに行きます。まあ、これで変わりましたね。で取り込みは、なるべくバレちゃいましたね。ここを持ってあげてこういうふうにすることですね。手首上から持ってあげることで、竿の穂先に負担がかからないので、必ずこう釣ってた時に必ず水面まで魚が来たら一気に抜くとまっすぐ立てちゃうので、必ずここでこういうふうにグリップの上リールの上を持ってですね一回回して取り込んであげると穂先に負担がかからないので、大きい魚でも小さい魚でも、うまく取り込むことができます。今ねちょっとバラしちゃったんですけどね、まあ縦の場合は今みたいなあんな感じで、やります。続いてはキャストして広範囲を攻められる横の釣りをご紹介。今度はですね、スナイパー持ちで、横の釣り、先ほどは縦の釣りだったんですけど、今度は横の釣り、まずですね、今度は真下じゃなくて少し、キャストします。まあ、投げた状態で、ね、着底したらやっぱりまた左手に持ち替えて、まあお祭りしないようにベールに指をかけながら落としていきます。で着底したらクラッチを切ってから、やっぱ先ほどと同じ縦と、こういう状態で右手をリールの下で常にですね、この場合、重り切ってですねカーブホール、今ショートで打たしてるんですけどカーブホール着底したらですね、一回様子を見て、でまたダメならまた続けてカーブホール、横の釣りの場合はもうやっぱり縦の釣りが基本です。投げた先で、縦の釣りをするイメージでやります。もう常に、投げた先で縦の釣りで、それをしながらゆっくり足元まで、探ってくる、探ってくる時にはもう基本ズルズルやらないで、きっちり重りを上げてカーブホール、着底してゼロ点で当たり見て、ダメであればまたリールを巻いてまたカーブホール、